それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回はモジュラー散歩というその一連のアルゴリズムを紹介しまして、でそのモジュラー散歩というのは主にその中国常用散歩を使ってその元の問題の答えを復元するんですけれども、その一例としまして、その中国常用散歩でその行列の積の計算を効率化するという手法について紹介しました。で、ここでですね、その前回の授業の中ではその一連の序算のアルゴリズムの計算量がですね、これまでの授業では特に扱っておりませんでしたので、一応今日はその話が中心になります。で、今日はですね、まずその多項式ですとか整数の序算の計算量について確認をしまして、それからあと、拡張ユークリッド互助法の計算量についても一応確認しておきます。で、もともとの目標としましては、その中国常用散歩の計算量を導くというのが、前回の授業で残った宿題となっておりましたので、そこを説明することをゴールとしたいと思います。で、まず序算の計算量から参りますけれども、これは内容に関してはそのテキストにもそのだいぶ前になりますけれども、その例えば多項式整数の序算のところにも一部言及がある部分がありますので適宜参照してください。で、まず1変数の多項式の乗与付き序算から復習したいと思います。で、ここでは AX と BX を整数係数の多項式として、場合 BX をモニックとします。で、A の AX の次数が K で、BX の次数が M で、K が M 以上という条件で、その乗与付き序算を行うということにします。で、そうしますと、一応アルゴリズムに関しては以前の授業で紹介しましたので、一応復習しますと、入力としまして、AX がこのような形で表されていると。こういう係数ですね。それから、BX もこういう係数で与えられているとします。この多項式 AX とか BX の表記の仕方についても、以前授業でですね、この多項式の序断を扱ったところで解説しておりますので、復習しておい、必要な人は復習しておいてください。それに対して、出力として、A を B で割った小 QX と、乗与 RX を出力するという形になっております。で、実際のアルゴリズムを書き下したものが、このような形になっておりまして、で、今日は詳しくはここでは述べませんけれども、一応基本的な原理としては、皆さんが筆算で多項式の割り算を行う場合の計算を思い出してもらえれば、実際に復習してもらえれば対応付けができると思います。で、このアルゴリズムに沿ってまず計算量を見積もっていきたいと思います。で、その計算量の見積もりなんですけれども、ステップごとにいきますと、まずその最初のステップはですね、これは Ri を Ai に代入するのを、i が k から0まで繰り返すということで、これはどういうことをやってるかっていうと、その R っていうのは乗与の部分なんですけども、乗与の初期値として与えられたその非常多項式 A を代入するという部分ですね。で、一応今回この授業ではその代入の操作は計算量に影響しないものとしておりますので、ここは計算量への影響はありません。で、次に、2番目のステップが、序断の主な計算の部分なんですけれども、まずここでその、フォア分があってですね、で、繰り返しが行われると。で、繰り返しの回数をその i の変、i が移動する範囲で見ますと、k-m から0まで i が変化しますから、ここでのループの回数というのは k-m プラス1回ということになることにまず注意しておきます。で、でこの 2A のステップですね、2番目の A のステップは代入だけですから、2番目の A のステップは無視でき、計算量は無視できます。で、次に2番目の B のステップで、ここでさらに内側の J に関する、変数 J に関するループが入ってきます。
で、このループの回数を見積もりますと、この変数 J の動く範囲が M-1 から0ですので、まあ、ループ M 回ということになるわけですね。で、この2番目の B のステップのフォア分の中の計算が実質的に計算量にかかる部分なんですが、ここはその、まあ、R の I プラス J マイナス QIBJ というところで、これは何やってるかっていうと、その R って乗与の I プラス J 次の係数ですね、からその QI 小の I 次の係数と、乗太公式 B ですね、 B の J 次の係数の積を引くということで、ちょうどその I プラス J 次のその乗与の部分の係数を計算している部分です。で、その計算の内訳は QIBJ のところで乗算が1回あって、それからその結果をですね、R の I プラス J から引くというところで加算が1回入ってきます。で、でステップ3はリターン分でその計算結果を返す部分ですので、計算量には関係ないということで、一応以上のその部分からですね、計算量を見積もりますと、この B のループの中で、まあ、加減乗除が2回行われていて、でそれを M 回繰り返すわけですよね。でそれをさらに外側のループ変数 I に関するループで K-M プラス1回繰り返しますので、計算量の合計としてはこちらになりますように、 M×K-M という形で見積まれることになります。で、一応その意味を理解しておきますと、その M の方がですね、 M の方がまあ乗太公式の次数と、それから K-M は小の次数ですね。ですので、そのまあ一般的な一変数多項式の序断の計算量は、その乗太公式と小の多項式の次数の積に比例するということができます。ここまででいいでしょうか。